まる、なのか。やっぱりだ、お兄ちゃんですよね、苗木誠さんですよね。なんで敬語になってんのよ。小丸、無事だったんだな。よかった、ずっと心配してたんだぞ。こっちこそ、無事ならもっと早く知りたかったよ。だって、もう死んじゃってると思って。そうだ、もう二度と会えないかもって思ってた。でも本当に良かったよ、こうやってお前の無事が分かってさ。ねえ、お父さんとお母さんはお兄ちゃんと一緒なの？え、そうか、小丸も知らないのか。もしかしたらって思ってたんだけど。じゃあお兄ちゃんも知らないの？大丈夫だって、心配するな、きっとどこかで元気でいるはずだよ。でもそんな確証なんてないでしょ。元気じゃないって確証もないだろ。だったら今は希望を信じよう。うん、お兄ちゃんがそう言うなら。ああ、それでいいんだよ。でもなんか意外だな、お兄ちゃんがそんなことを言うなんてさ。そうか？まあ前向きなのが僕の唯一の取り柄だしな。それよりお前は今どこにいるんだよ。そこで何やってるんだ。あ、私は東和タワーって建物にいるんだけど、ここなら通信機が使えるって聞いて。って、そうだよ、どうしてお兄ちゃんなの？何がだよ。だって私は未来機関に連絡したんだよ。それなのにどうしてお兄ちゃんが映ってるの？お前もしかして知らないのか？知らないって何を？僕は今未来機関にいるんだよ。未来機関第14支部、それが僕の所属なんだ。深川さん、そうなの？深川さんって、え、深川さんがそこにいるのか？何よ、文句あるの？文句っていうか、急にいなくなるからみんな心配してたんだよ。何が心配よ、どうせ研究生ごときがいなくなったところで誰も困らないくせに。だいたい白夜様が行くって言ってるのに私だけ残るわけないじゃない。常識で考えなさいよ。それで勝手についてっちゃったんだね。まあそんなことだろうと思ってたけどさ。ちょっと待って。え、お兄ちゃんと深川さんって知り合いなの？じゃあ深川さんが最初に会った時から私を知ってたのもそういうことなの？お前何も聞かされてなかったのか？言ってなかったっけ？聞いてないよ、全力で聞いてない。まあ深川さんらしいって言えば深川さんらしいね。けど小丸が深川さんと一緒だって知ってちょっと安心したよ。あんたの妹が一人じゃ不安だって泣き叫ぶから仕方なく一緒にいてやってるだけよ。まあベビーシッターみたいなもんね、白夜様との未来に備えての予行練習よ。泣き叫んではないよ、本当だってお兄ちゃん。それでその戸上くんは？白夜様は無事よ。無事は無事なんだけど敵に捕まってるわ。やっぱりそうだったんだね。未来機関にもその情報は入ってきたけど、もう信じられないな、この戸上くんが敵に捕まるなんて。きっと卑怯な手で不意をつかれたのよ。そうでなきゃあの白夜様が捕まるはずないもの。戸上家の御曹司ともあろうお方が人質なんていうかませ犬ポジションにされるなんて。どうやら事態はかなり深刻みたいだね。世界崩壊レベルの深刻っぷりよ。だって超高校級の御曹司の危機なのよ。超高校級？
あ、僕や戸上くんや深川さんはみんな希望ヶ峰学園の同級生で、でその話も聞いてないのか。うん、聞いてないよ。別にいいじゃない、今からお兄様が教えてくれるんだから。ほら、せいぜいブラコンぶりを発揮して、ただでさえ薄いキャラを補強するチャンスよ。だからブラコンじゃないって。ただ同級生って言っても僕らは普通の同級生ってわけじゃないんだ。僕らは人類史上最大最悪の絶望的事件の最中に希望ヶ峰学園に閉じ込められて、同級生同士で殺し合いをさせられたんだ。殺し合い？僕らの目の前で何人もの同級生がお互いに殺し合った。今思い出しても最低で絶望的な体験だよ。それって映画とかの話じゃないんだよね。映画じゃなくて現実の話だ。あれは実際に起こったことなんだ。しかもその様子は全国に生放送されてたのよ。人類史上最大最悪の絶望的事件の一環としてね。殺し合い学園生活を仕組んだ黒幕は世界中に絶望を伝染させるために、希望の象徴である希望ヶ峰学園の生徒たちが絶望に染まって殺し合いをする光景を世界中に見せつけようとしたんだ。どう、相槌打つ気力もなくなる話でしょ。でもさ、深川さんやお兄ちゃんがこうして生きてるってことは。ああ、僕らはその学園生活を企てた黒幕を倒してなんとか生き延びたんだ。もちろんたくさんの犠牲は出てしまったけど、それから僕らは希望ヶ峰学園を後にして外の世界へと出て行ったんだ。けど外の世界は想像以上に大変なことになってて、正直僕らは何度もくじけかけたけど、それでも一緒に生き残った仲間と支え合うことでなんとか前へと進むことができたんだ。それからしばらくして僕らは未来機関に保護され、それをきっかけに未来機関に所属することにしたんだ。あの事件が終わってもなお絶望を広めようとしている絶望の残党と戦うためにね。そうだよね、深川さん。深川さん、泣いてるの？泣かずにいられないわよ。あの時の苦労を思い出すと。そっか、私全然知らなかったよ。私が監禁されてる間にそんなことがあったなんて。でもみんなすごいね。私なんかすぐ諦めちゃってたのに、お兄ちゃんたちはちゃんと立ち向かってたんだね。そりゃお兄ちゃんだって変わるか。いや、僕は別にずっとみんなに助けられてただけだし。よく言うわよ。あんたの兄さんはね、超高校級の希望とか言われてはしゃいじゃったせいか、誰よりもみんなを引っ張ろうとずっと躍起になってたのよ。ちょっと深川さん、僕ははしゃいでなんて。あら、みんなを引っ張ってたってところは否定しないのね。もう勘弁してよ。お兄ちゃん、やっぱり変わったね。困るまで何言うんだよ。僕は何も変わらないって。ううん、そんなことない。お兄ちゃんすごく変わったよ。妹の私が言うのも変だけど、なんか大人っぽくなったっていうか、こうして少し喋っただけでも前よりずっと頼もしく感じるもん。そんなことないと思うんだけどな。それに引き換え、私は本当に何も変わってないよ。閉じ込められた時からずっと。それなんだけどさ、僕は小丸に謝らなくちゃいけないんだ。え？謝るって？お前がこの町で監禁されてたのは
僕たちのせいなんだ。僕たちが黒幕に選ばれてさえいなければ、小丸たちもこんな目には遭わずに済んだんだ。え？どういうこと？この町に監禁されてたのは、お前だけじゃなくて、殺し合い学園生活の関係者全員なんだよ。黒幕は、希望ヶ峰学園に閉じ込めた僕らに、殺人を犯させるために、僕らの関係者たちを拉致して、動機に利用しようとしたんだ。実際には使われることなく終わったけど、大切な人同士の殺し合いってテーマだったらしい。小丸たちが殺し合う映像を僕らに見せつけることで、殺人をけしかけようとしたんだろうな。みんなが拉致された時の映像は、別の形での動機としても使われたけど、あれはただの前振りで、実際にはそんなことが計画されていたらしいんだ。でも結局は、その動機が使われる前に、黒幕は自ら生んだ絶望に飲み込まれてしまったんだ。でも、私はその後もずっと監禁されてたよ。黒幕の意志を継ぐ絶望の残党の仕業だろうな。彼らが監禁を続けていたんだ。そのせいで、要救助民の行方は、手がかりすらつかめない状態がずっと続いていたんだ。だけど数日前に突然未来機関に匿名の通報があったんだよ。東亜シティのあるマンションに殺し合い学園生活の関係者たちが監禁されてるって。それで戸上さんたちがあのマンションに。だけどちょうどそんなタイミングにあのクソガキどもの暴動が起きたせいで、要救助民の救出作戦どころか主人公の白夜様まで捕まってしまう羽目になったのよ。ねえ苗木、この町で暴れてるのがモノクマだって話は聞いてるわよね。そっちはどうなの？ここのモノクマどもの正体は分かったの？それがまだ分からないんだよ。はあ、未来機関も使えないわね。でも救出作戦とモノクマの暴動が重なるなんて、いくらなんでもタイミングが良すぎるよね。だから偶然じゃなくて陰謀よ。誰かが未来機関を陥れようとしてるのよ。だとするとあの匿名の通報も罠ってこと？要救助民を餌にして僕らを誘い出すための。要救助民はただの餌じゃないわよ。ガキどもがやってる虐殺ゲームのターゲットなのよ。虐殺ゲーム？要救助民をゲーム仕立てで殺そうなんて明らかに未来機関や私たちへの挑発よ。え？じゃあさ、その要救助民ってこの腕輪をしている人たちのことなの？だったら朝比奈くんも葉隠さんもあのパソコンが得意なおじさんもみんなそうなの？ええ、全員私たちの関係者で、あんたみたいにこの町に監禁されてた人間よ。な、困る。今の話は本当なのか？お前もその虐殺ゲームってやつに巻き込まれてるのか？うん、変な腕輪をつけられて、わけわからない子供たちに追いかけ回されてる。そんな。しかもその虐殺ゲームを始めたガキどもの一人がさっき妙なことを口走ってたわよ。純子お姉ちゃんがどうとかね。純子って、まさか江ノ島純子のこと？江ノ島純子？さっき言った殺し合い学園生活の、いや、人類史上最大最悪の絶望的事件の黒幕だ。そしておっぱいも大きいわ。おっぱいも？江ノ島純子は人類史上最大最悪の絶望的事件を起こした真の超高校級の絶望と呼ばれる人物で、僕たちの元クラスメートでもあるんだよ。でもさっきお兄ちゃん言ってたよね、黒幕はもうやっつけたって。確かに江ノ島純子は死んだ。だけど彼女が存在した事実まで滅んだわけじゃない。江ノ島純子は死んだ今でも絶望の残党たちに影響を与え続けているんだ。むしろ実体がない分だけ生きていた頃よりも厄介な存在と言えるかもしれない。
まるで江ノ島純子を中心とした宗教よ。あいつはそこで唯一神として崇拝され続けているのよ。僕らはあの希望ヶ峰学園では彼女に勝った。最近思うんだ、もしかしたら彼女は最初からこの状況を見越していたのかもしれないって。なんか二人の話を聞いてるとやっぱりフィクションとしか思えないよ。おっぱいが大きいのは本当よ。そこじゃなくって。けどフィクションじみてるのは今も同じじゃない。狂った子供たちが大人たちを殺しまくってるのよ。そうだよね。こっちだってめちゃくちゃだよね。ねえお兄ちゃん、早く助けに来てよ。私このお電話のせいで町から出られないんだよ。勝手に出るとこれが爆発しちゃうとか言って。でも未来機関ならこんなお電話くらい外せるんでしょ。だからお願い、早く助けに来てよ。困る。ダメよ。え？ダメってどういう意味？あのガキどもがなんで白夜様を人質にしたと思ってるの？未来機関を介入させないために決まってるじゃない。銀行強盗の人質と一緒、抑止力としての人質よ。つまり未来機関が東亜シティに来たら白夜様の命が危険にさらされるってことよ。じゃあ未来機関は助けに来られないの？だったら私はどうすればいいの？だから言ってるじゃない、あのガキどもと戦って勝つしかないって。そうすればあんたも白夜様も助かるのよ。そんなの無理だよ。無理じゃない、あんたには白夜様の銃があるし、私だって一緒なのよ。でも私これ以上耐えられないよ。もう本当に無理なんだよ。だって私は未来機関でも希望峰学園でもない、普通の何もできない人間なんだよ。困る。ねえお兄ちゃん、お願いだから早く助けに来てよ。だからダメだって言ってるじゃない、あんたを助けに来たら白夜様が危険なのよ。苗木、絶対に来ちゃダメよ。もし来たら私はあんたの妹を殺すわよ。殺す？ちょっと深川さん、ってわけじゃなさそうね。感づかれた。何？閉じ込めるつもりね。さっさとここから出るわよ。でもお兄ちゃんとの話がまだ。もう通信できないわよ。それに何回話したって一緒よ。白夜様が囚われている限り未来機関はこの町には来られないの。だけどお兄ちゃんなら。何？停電？真っ暗！あれがどうなったの？深川さん落ち着いて。落ち着いてるわよ。むしろ深呼吸のしすぎで体が風船になって浮くかもね。完全にパニックだ。いいから早くここから出るわよ。早くしないとあんたのほっぺたをガムみたいに伸ばすわよ。分かったよ。
これでちょっと明るくなりそうだね。あのガキならきっとこの暗闇の出口を知ってるはずよ。うん、足跡を辿ってみようか。このペンキってハッキング銃で見えるのよね。詰めれば暗いのが紛れるかしら。モノクマ、もうそれどころじゃないのに。
んた、どこから出られるか知ってるんでしょ。教えなさいよ。クスクス、こんなところに非常階段が。まさに非常時の今にうってつけね。さっさとここからで。クイーン。クス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 。ちょっと待っ。ふかわ。おい、ふかわよ。いいか、よく聞けよ。黒い衣類は何回も洗うと色が褪せるが、その色褪せた衣類を復活させる裏技があるんだ。方法は簡単だ。まずは普段通り洗濯をしろ。はい、普段通り洗濯します。それをすすぐ際に水を溜めてやってみろ。その溜めた水の中にビールを少量加えるんだ。加えます。ビールでも何でも。それだけで多少の色褪せた衣類なら見事に復活するぞ。はあ、どんどん洗濯上手に。ありがとうございます。これで私も戸上家の立派な家畜に。深川さん、しっかりしてって。何が起きたの？せっかく非常口を見つけたのに塞がれちゃったね。あのクソガキ、裏切ったのね。もう少しで吹っ飛ぶところだったじゃない。裏切ったっていうか、最初から味方じゃなかったよ。うるさいわよ。大体あんたのせいじゃないの。なんで私のせいなの？あんたが未来機関に連絡を取るとか言い出すからこんなことになったんじゃない。おかげでこんな罠に引っかかって。責任取りなさいよ。責任って、そんな。ああ、もういい。カスな妹のカスな反論なんてこれっぽっちも聞きたくない。それより光よ、もっと光よ。光が漏れてるわよ。壊せるんじゃないの？どこかに降りる方法があるはずよ。私は信じてるわ。